九一と九二が一緒じゃねえかっていうね、これ。本当にもう質問が一緒なんだ。理解力がね。どういうことで。あと、ってなると、あの九三もちょっと似てきてるんで。例えばじゃあ九三ね、九三何ですか。九三は、まあ17周年はどんなことをやっていきたいですか。だから一緒ですよね。まあ、この三つは一緒ですよね。じゃあ次。やめてそうですね。読んで。まあそこから。94に行ってもらうと、まあ、バイスを始めたきっかけっていうのは多分皆さんバイスを始めたきっかけ、その前は風って店やってたんだけど、はい、まあしょうもないよね、やるしかなくなったというか、ほうほう、うん、ただそんなわけです。いや、やるしかなくなったんですよ。だから風ってお店をやってたんですけど、はい、なんて言えばいいのかな、風ってお店をやってたんだけど、自分でお店をしないと、まあ、風がなくなったんですよ。だからやることなくなっちゃったから、自分でやってみようかなみたいなところから、ここの店舗じゃない前のちっちゃいも、うん、なんだろう、8坪あったのかな、うん、店舗スペース言えば5坪ぐらい、あ、はいはいはい、もうなんかもうお金も当然ないじゃん、当時なんて、だから見つけてね、自分で歩いて押す、全然昔から働いてるから、あ、ここ誰も店なんてないし、今はいっぱいあるけど、うん、お店もないし、スナックここ空き店舗だなと思って、うん、直接大家さん電話して借りてやったのかな、あそこで。ああ、そういう経緯があったんですね。まあ大した経緯じゃないよね、ただ仕事がなくなった全然大した仕事がないよ。そうそう、やるしかないよ、やるしかない。まあ、そういうやるしか構想くらいあったじゃんとか。構想というか、まあ、ガゼットお店もやってた時も、うん、そもそも自分がやってたから、やらせてもらってたから、うん、いや、うん、ただそんだけ。なるほど、ね、うん、ちょうどね、風やってたのが、ウエストコーストチョッパーズとか、みんなもう知らないかもしれないけど、なんか血のパンでさ、スニーカーでバイク乗るなんてさ、想像もできない頃があったんだけど、自分たちは。そのちょうどその時代、今バイスに切り替わるぐらいなのかな、あの辺が、まあ、17年前って大体そのぐらいだと思うんだけど、まあ、ちょうどその辺のきっかけで、自分もホットロッドとか乗り始めたのが、そうだね、17年前だと思う、大体そのぐらい、なんかカーカルチャーの文化もちょっと入ってきてて、はいはいはい、その頃に、まあ、バイスを自分で始めたのかな。あ、まあ、ちょっとその頃もね、バイクのシーンが、バイク風って店でさ、5年ぐらいやったのかな、20歳から5年ぐらいやったのかな、だってその当時いろんな人がいて、ほんと今みたいな、このなんていうのかな、今みたいなバイクじゃないんだけど、全部もっと手作りかまればハイパフォーマンスだったりとか、はいはいはい、いろんな先輩たちの人もいて、いろんな人が来てくれてて、バイク見すぎて、もう何がかっこいいとか、何がなんだろう、すごいとかっていうのも分かんなくなっちゃって、うん、ちょっと疲れたなと思ってた時にちょうどバイスっていうものが始まって、うん、で、なんかカーカルチャーも興味あるしみたいな、うん、なんかそれで、そうそう、だからちょうどバイス始めた頃にマサトさん、CTM さん、はいはい、してるかな、CTM さん、年してると思うけど、になんか知り合って、なんだろうな、アメリカでカーカルチャーのパソっていうのがあったんだけど、うん、なんだろうな、車がいっぱい集まるアメリカで、うん、パソって地区に来るんだけど、うん、でそこに行ってみようよって誘われて、うん、ああ、ぜひ行きたいですって、ついてってっていうか、連れてってもらって一緒に、うん、で行ったら衝撃でも、うん、だからなんていうの、何が衝撃っていうと、別に車実際あんま分かんないし、うん、そんなに興味がないって言ったらあれだけど、本当のとこ乗ってたけど、なんか自分っぽくなくて、うん、もう乗ってないんだけど、うん、なんだろう、衝撃だったんだよね、なんか車のシーンの中にバイクいっぱいいんの。言ってみれば、もう今みんなが乗ってるのバイクがいっぱいいるの、ちょっと違うけど、細かく言うと違うんだけど、いっぱいいて、何回かもう3年行ったのかな、何回か結構年2回か結構バーって行ったりとかして、いろんなそういうカークラブのカーなんだよ、車のショーの中にバイクが入り混じってくるの、人たちがかっこよくて、なんだろうね、今でもね。なるほど、じゃあそのマクシャフとか、うん、シナズさんたちみたいなのは、うん、今のバイスにもかなり影響、そうだね、人がっていうわけじゃなくて、そのシーンが、シーンが、うん、見たことないかったからさ、いろんな他にもいっぱいいるんだけどね、はいはい、いっぱいいて、なんかみんなかっこよかった、もう分かんないから、うん、で60s70s とかさ、もう分かんない時代だからさ、自分にはね、だからなんか帰ってきてバイクいじろうとかなってから、なんか昔のマガジン見たりとか、ああ、で、なんか集め出したりとかかな、そっからなんか何が60年代だろう、何が70年代だろう、何が80年代だろうとかさ、気になってくるじゃん、ま、ね、たズレはあるからさ、あの時間のズレが出てきちゃうから、うん、細かくは違うと思うけど、まあ、例えば雑誌1個で言えば、これが70年代の本に載ってたバイクであれば、60年代後半に作ったのか、70年代に作ったのか、大体なるじゃん、それね、あ、じゃあこういうシーンがあったんだなとかさ、うん、で、なんか見てって、
なんか自分たちの友達とかそういう話をして盛り上がっててバイク作っていく感じだったかな。ああ、そういうのね。じゃあ一種のカルチャーショックみたいなのが。そうだね、それが一番かな、なんか今につながってくるのは。すごい、そんなでかいのがね、あったんですね。それでレッドテイルを作ろう。あ、レッドテイルっていうものはもっともっとはるか昔で、なんかブランドみたいなのしたかったのか、わかんないからさ、とりあえずわかんないなと思って、なんていうの、なんかをしなければ、なんていうの、確定申告みたいなのをすればブランドなんだって勝手に思ったから、なんとなくそれを市役所に届けるみたいな今思って意味があったのか全くわからないんだけど、もっともっとはるか昔もっと。あ、じゃあバイスの前にレッドテルをまず名前がついて。確かにちゃんと覚えてないけど、うん、なんかそんな感じでやってたの。なんかどっちみたいだよ。レッドテルっていうのも、まあ、直訳したら赤い尻尾みたいな。そうそう、当時さ赤いさ、はい、デビルのグッズすんげー集めてたの。あ、はいはいはい、今はあんま集めてないんだけどなんか好きだったの当時。うん、なるほど。赤い尻尾、ね、印象的ですね、確かに、うん。だいたいさ、それでさ、検索かけるとさ、鳥とかさ、まあ、ヘビみたいなの出るし、ね、そうそう、あとさ、ナマズもいるんだね、レッドテルキャット。ああ、そういうのもね、うん、ただ、どっちでもいいまあ、じゃあバイスの方が重要ってことですか。バイスの、バイスだからねいや、わかんないからこうなっちゃっただけ で今更変わるのも変じゃん、はいはい、まあ、なんか、だけそんな深い理由は何もない。なるほど。だから若かりし頃の失敗したなみたいな思い出も含むよね、そういうとこ。ああ、あるじゃん。バイクの名前だってそうじゃん、はい、確かに。なんかノリでつけたからなんかそうなっちゃったみたいなさ、そんな感じで意味はありません、うん、じゃあまあバイスっていうのは由来はあると思うんですよね。あ、バイスはさ、バイスっていうのはなんか、まあ、スペル合ってるのかな、違うかもしれないけど1番より2番がいいってだけの話。ほうほう、そんだけそんだけ、うん、1番より2番あんま1番に興味がない、うん、僕はね、うんうんうん、はい、だからそんだけ。こんなね、意外に深い名前いないよ。あ、そういうもんなんすね。意外に。え、だってみんなだってさ、ヘビーメタルサンデーだっけ。あ、トゥナイトすごい数ですよ、間違えたら。はい、覚えないね。だからそれもさ、だって考えてないでしょ。考えてない。多分、タケにさ、名前変えないっていいのって言われて、あー、今日夜、トゥナイトってでしょもうちょっとベタな感じ。そんな感じだよ、はい、もう分かる。そういうのでなっちゃうじゃん。コウ君はなんだっけ、エアロビアンドダイエットだっけ、なんだっけ、マッシュアンドフィットネスですね。もうマッシュアンドフィットネスもうさ、なんとなくそういうもんじゃない。そんなもんっすね。そんななんか真面目に考えて思いつくのも大事だと思うけど、うん、まあ、なんていう、インスピレーションだよね。そうっすね。人のあなたもそうじゃん。なんかさ、そうですね、過去いろんなあだ名をつけてきたけど、インスピレーションだから意味はない、うん、ただそれに突っ込まれてもさ、なぜってなっちゃうんだよね。あー、わかる、そうですね。だから、なんでもいいじゃない、なんでもいいじゃないそんなに、実はないっていう。あー、ね、あとは、付加価値とか後付けでもできるし、ウィキペディアに書けばいいでしょ。ウィキペディアに追加しといて。あ、追加する。もし、うちのバイスクール軸があるんだったら、今話したことをさ、誰か打ち込んでくれれば、で、新しい知識とか、そう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 、ね、そういうの入れてくれれば。やったことないけど、まあ、ないと思うけど、だから、勝手に誰かが作っていただければいいんじゃないですかね、こういうのは。ああ、そういうことか。うん、あ、まあ、そんな感じじゃないですか。いいですか、はい、はい。じゃあ、なんかこんな好きなビルダーとかいるんですか。ビルダー、好きなビルダー、このこういうバイク作るこの人好きだみたいな。作れる人はみんなすごいと思うよ。俺は何もできないから、うん、言うだけ言ってさ、切ることはできるけど溶接ができないし、うん、なんだ、ネジは締めれるよ。締めれないもんね。タケルはネジは締めれるマジで。いや、僕結構できる。いや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 、スカードさんとユイチでやったんで。あー、練習した、はい、そうっすね。お前そこぐらいはできるよ路上でクラッチもバラせるよ俺は。自分のバイクはよく壊れてたから。あ、それ無理だ。もうその場合、何の人だったっけ。はい、いや、なんか好きなビルダーさんとか。好きなビルダーっていうか、ビルダーさんっていうのは分かんないけど、尊敬してるバイク乗ってる人、ね、影響、バイク乗ってる人ってことじゃなくて、影響受けた人だよね。横見のさん、ホバリックの横見さんはマジですごい。自分が好きだなと思うものとか、バイクのシーンね、のことを、あ、すごいとか思うし、作ってさ、ショーとかで、ショーじゃなくてもいいけど、横見さんが手をかけてるバイクとか、横井さんが乗ってたバイクとかって、やっぱボバーとかは分かんないけど、チョッパー作ったやつはうわーって毎回思うのが好き。あ、すごいなーって思うというか、僕が行ったところで何の説得力もないけど、なんかかっこいい、いつもし、びっくりするし、なんだろう、なんかいつもね、ワクワクする、見てた。うわーって、で、これあれですねとか、なんかさ、そういうの話をしてた好きな人だから、
なんかそういうのがかっこいいと思う、ね、うん、なんかなんだろう、そういうのかっこいいです。ゴミさんかっこいいです。海外ではいないんですか。まあ、マークとかは別次元でやっぱすごいと思ってるから、うん、マークさんはさ、まあ、日本にもうちにも来てくれてるし、僕もアメリカ行った時お世話になって止めてもらったりもしてるけど、すごい喋らないっていうか喋れないんだけど、僕も喋、うん、れない同士がいて、じーっとしてんだけど楽しいっていう、これよく若いの分からない、そういうと思う人いっぱいいるでしょ。俺も分かんない、すごい分かんないなんだけど面白い、優しいしね、すごく、そうだね。だから、ね、最近のマークさん、マークドリューさんの作るシリーズってさ、真っ黒しかないんだけど、けど真っ黒なのにあんなかっこいいのはもうやばいよね。もともとかっこいいなっていうのは当然あるんだけど、タンク2個埋め込んだやつとかさ、タンクにね、あ、ライとか、すごいなとも思うし、なんだろう、黒しかないんだよね。黒しかないのに黒がかっこいいっていうか、なんだろう、あれすごい、わかんない、説明できない、まあ、ね、かっこいいし好きかな、人も込みでね、でそんな、そうそうそう、いいの来たのちょっともうこれ放送の時に遅いかもしれないけど、そのマークさんが作ったのか見つけたのか、そこら辺はもうグレーゾーンなんだけど、そのマークさんから届いたハンドルが今10本、まあ、まだ残っては10本、はい、1インチ系こういうマークさんとかよくつけてるハンドルなんだけど、ありそうなハンドルなんだけど、ここがミリになるっていうね。そうですね。このデッドストックなんだけど、作ったのかヴィンテージなのか自分もわからない、はい、けどかっこいいのが10本残ってればいいです、はい、これ今一応売ってます。値段はこの現時点では決まってないんで、今日の放送を見て気になってくれた人は何かしら見ればどっかに載ってると思うんで、その時はぜひあのお問い合わせください。電話ってこう電話、はい、こうか電話ください。古いですねこれ。これ古いっす。もうないのかね。これもまあたまに見ますけど。あるんだ、見るけど使えるか。なんかイライラするね、一回戻るから。まあね、よくやってるから。優しいですよ、今好きです。そうっすね、はい、あれも黒が多い。まあ、じゃあ海外はマークさんが好きだという、まあ、もっとみんなかっこいいと思うんです、はい、けどなんか特に誰かって言われたら好きですっていうだけの話で、うん、皆さんかっこいいと思います、はい、いや僕ごときも言うことじゃない、はい、じゃあこのバイクやべえなって最近受けたんですか、衝撃的なの。このバイクやばいだけ、さっきから似たような質問が続くね。だから言ったじゃんっていう話じゃん、うん、その話さっきしてたじゃん。だけどじゃあもっとじゃあ、はい、それはもっと沖縄で行ったから、はい、じゃあもっとピンポイントでこのバイクやばいな、はいはい、やばいってどういう意味でやばいのがいいの。その宮川さん的に思う、うん、これはやられた的なのが。でもじゃあもう現時点でできてらっしゃるんでダメなんだよね。そうっすかね。期待を込めてるバイクはさ今一台あるんだけど、かっこよくできな、自分が好きだスタイルのやつだったから、うん、まあけどな、何がいいかな。KP 君のあるじゃん、はいはいはい、あのキーアカーフレームスの、はい、あれはちょっと前だけど、まあ、仲間持ちだけど、自分たちのああいうキャブ2個ついてマグネットをつけるっていう、なんかああいうスタイルのショベルヘッドシリーズの中での完結編みたいな感じで、自分の中では、うん、なんだろう、あれがゲイビーが作って、しかも今も普通に乗ってるし一緒にキャブよく行くし、うん、あれを足に使っマグ2個ついててさ、キャブ2個ついてて、あれを足に使ってるのを毎回見るたんびに、なんかもうこのシリーズはこれで終わりだなって思うぐらい、あれはなんか自分のじゃないけど関心度が高いというか、かっこいいというか、なんだろうね、なんかあれはあのシリーズ完結編みたいな感じでやっぱいいかな、いつ見てもかっこいいというか。で乗ってるからね、マーク2個だからかからないとかさ、多分従来の感覚だとみんな思ってると思うけど、なんで普通にキックで踏んでかけてるから、キャブ2個マーク2、キャブ2個マーク2個でキックオンリー、乗っててキャンプ行ってるから、いろんな意味ですごいし、あそういう面でもね、使いこなして、そう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 、なんか、あ、すごいみたいな、はいはいはい、達成感もあるし、自分たちの、まあ、よく言うと、色はあの色の配色、模様はいいんだけど、違う色の間で塗ってほしかったっていうのが希望。ケイブさん、本当に言ったんだよ、あの色じゃなくて、模様はいいけど、変えた方が良かったんじゃないかなみたいな、あの色はかっこいいけどね、まあ、心残りはそこです、ケイブさん。そんな感じかな。はい、旅のバイクもかっこいいよ。あれさっきと違うですね。あ、じゃあタンクだか、かっこ悪いけどそういう意味でしてるから、うん、なんていうの、面白いっていうかさ。はい、それはジェイソン、ATR のジェイソンとかもさ、やっぱああいう時代のああいうのが、ああいうのがさ好きな人は、はいはいはい、ああいうの選ぶよね。
そうですね。そういうことを狙って作ったバイクだからさ。そうですね。あれ真似できないしね、みんな。だってかっこ悪い今のタンク。そうっすね。真似しないかいいよね。もしさ、だってあれ真似されたらさ、タンクの真似だったら絶対悪いんじゃん、コーンだって。まあ一番良かったよね。最初にやったって。いや、いるじゃん。まあいるんですけど。ドラクエさでいるからね、ああいうの。だけどなんかああいうのは好きかな。そうですね。かっこいいと思います。ただ、ナックルヘッドのエンジン積んでたけど、ナックルヘッドがじゃなくなったじゃん。そうですね。今エンジンがないっていう。だから、なんてバイクって呼ぶんだろうね。バイクってさ、大体エンジンの名前で呼ぶから、さっきは何のバイク乗ってるか俺も知らない。ナックルヘッドのエンジンがないんだもん。透明のエンジン。まあ妄想バイカーだよね。だから、頑張るんだけどね。うん、ここがないから。はい。なんていうバイク乗ってるんですかっていう。気分でエンジン変えていっちゃいそう。それからすごいね。妄想バイカーだよ。アーリー。ああ、なるほど。けどあのバイクはナックルだからかっこいいね。そう。あれパンじゃないんだよね。ああ、確かに。あれはナックルだね。ナックルだっていう。けどナックルじゃないからね。今現時点ではね。一番斬新なバイクだよね。ハーレーじゃないっていう。エンジンないんだから。ハーレーじゃないんだ。ハーレーじゃない。まあそこじゃないっていうのもあるんですけど。褒めたから仕事してね。そうですね。今後もバイスチャンネル、まあいっぱい企画を入れてって配信していきたいと思いますので、皆様バイスチャンネル登録お願いします。よろしくお願いします。ぜひぜひ本当にね、はい、お願いします。それで、火曜日ですね、はい、3日の日もまた新たに放送していきますので皆様要チェックでよろしくお願いします。はい、って感じで、はい、じゃあ来週7周年そんな感じで終わりたいと思います。はい、じゃあまた3日の火曜日配信見てくださいね。お願いします。バイバイ。はい、皆さんご視聴ありがとうございました。これにて、バイス17周年特別企画の、特大号2本撮り、終了とします。今後もバイスチャンネルガンガン配信していきますので皆様ご視聴のほどよろしくお願いします。ちなみに次回は、通常通りじゃなく、あとセールが1週間続くのでまた火曜日配信しますので皆様よろしくお願いします。それでは最後に、バイスチャンネル登録こちらですね、こちらのアイコンのとこクリックしてください。待ってます。それでは皆様、明日からのセール第3弾もお楽しみに。せーの、バイバイっす。